元気してる？マスター。あ、お腹の調子の話だぜ。チョコ食べ過ぎで胃もたれしてないかなってさ。ほらこれ、紅茶の入ったポット、モルガンとのティータイムの帰りなんだわ。濃いめだから合わなかったらお湯で割って。あとレモンとミルクも一応ね。まあねー。あとヤジ馬根性ってやつ、愛情過多に苦しむマスターの姿を見に来たんだわ。とはいえバレンタインはいいイベントだ。普段は奥手の子も勇気を出せる日だし。お酒部、リップ、サンソン、プロテア、イゾウ、セイヒツ、キャプテン、エレシュキガルとかたくさんいるんだわ。英霊なのに困ったやつらだよな。この中からもうチョコもらってる？っていうか、マスターチョコは何個もらえたのさ。1個？ 10 個？それとも0個？マジか、堂々と言っちゃうんだ。浮気症とか気が多いとかそういう誹謗中傷を気にしないメンタルなんだわ。ま、でもそれだけ多くのサーヴァントと視線をくぐり抜けたってことだしね。バレンタインは思い出作りでもあるんだし、楽しい記憶は多ければ多いほどいいよ。ま、リサーチはこれくらいでいっか。状況は分かったよ。カルデアのバレンタイン、なんか変な時空に飛ばされて帰って来られないなんてバッドエンドもあるって聞いていたけど、その心配はなさそうだね。邪魔しちゃ悪いし、僕はここで退散退散。じゃあね、いい一日を、マスター。チョコ作りはちょっとね、専門外なんだわ。あと僕からもらっても嬉しくないだろう。そう？本当に？そっか、恥ずかしがらずに一緒に作ればよかったかな。でもプレゼントはあるよ。そのあたり抜かりのないハベニャンなのさ。カルデアの制服、いろいろあるけど帽子付きのやつってないじゃん。だからこれ。はい、こう見えて防御力抜群で暖かいんだ。ハッピーエンドを呼ぶお守り代わりにして、全部が終わるまで君に傷がつかないように。僕はこんなだからバレンタインには無縁だけど、妖精だからね、好きな人には祝福をかけるんだよ。だろう？かわいいよな、この形。よし、これにて今日のお仕事完了。 100% やることやったぜ。ミス・クレーンに自慢しに行こうっと。ハベニャン大勝利。それじゃあまたね、マスター。今度お揃いの帽子で遊びに行こう。